「呼吸不思議」
今週第2探偵物語お願いします。リクエストをご紹介いたしましょう。可愛らしさから美しさやるひろこちゃん、いつも透明な爽やかな歌声をありがとうと三沢泉さん、杉並区の方はおっしゃってます。こんなに激しい石を愛を見つめられて
どけのないその笑顔に惑わされてためらわれて幾度となく言いそびれた本当のこと今話すは少し寒いあなたの部屋向かい合って見つめ合ってもしかしたらこれが最後思い出さえ意味をなくすおね気にしないで優しさだけ求めたけど優しさでは足りなかった誰が悪いわけじゃなくてただ全てが運命だと
青春も終わりかなとつぶやいて、あなたの肩を眺めながら痩せたなと思ったら泣けてきた。大阪で生まれた女や堺、大阪の街を捨てん、大阪で生まれた女や堺、電信柱に染みついた夜、裸電球をつけたけどまた消して、あなたの顔を思い出しながら、終わりかなと思ったら泣けてきた。大阪で生まれた女やけど、大阪の街を出よう、大阪で生まれた女やけど、あなたについて行こうと決めた。たどり着いたら一人の部屋、青春に心を震わせた部屋。大阪で生まれた女が今日大阪を後にするけど、大阪は今日も活気にあふれ、人が来る。振り返るとそこは灰色の街、青春のかけらを置き忘れた街、青春のかけらを置き忘れた街。最高の好き
来たら勝てるものまでないさ。だからこうして漂うだけ。昔の話をしようか。通い慣れた馴染みのあの店、マロニエの並木が窓辺に見えてた。コーヒーを一杯で一日、見えない明日をむやみに探して、誰もが希望を託した。揺れていた時代の熱い風に吹かれて、体中で時を感じた。そうだね、道端で眠ったこともあったね。どこにも行けないみんなで、お金はなくてもなんとか生きてた。貧しさが明日を運んだ。小さな下宿屋に幾人も押しかけ、朝まで騒いで眠った。嵐のように毎日が燃えていた。息が切れるまで走った。一枚残った
写真をご覧よ、ひげ面の男は君だね。どこにいるのか今ではわからない、友達も幾人かいるけど、あの日のすべてが虚しいものだと、それは誰にも言えない。今でも同じように見果てぬ夢を描いて走り続けているよね。どこかで
Jungle.